まだこの辺ちょっと硬いので、これの疲れっていうのは足の疲れから上がってくるので、足がしっかり触っていきますからね。はい、足の接地良かったですね。はい。割合、どうしますか、足。足、この強さ。痛い。30分か。足、痛い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 。この疲れがこう上がっていって腰痛とか、内側ヘルニアの疲れとかになったりしますよね。痛いよね。めっちゃ痛い。めっちゃ痛いですね。いいですか？私は痛い。そうです。痛まない。危ない。そうです。結構我慢強い方やねんけどな。そうですよね。足からやるんで。半径。半径で。はい、いきますよ。かかとこのぐらいに。はい。痛いですよって言ってるの本当なんですね、当然ね。なんか今日連れてこられただけなんで。あ、そうなんですか。私がずっと見てたわけじゃないですよ。そうなんですか。なんか行こうやみたいな、行こうかみたいな。あ、その流れで行ったんですか。拷問以上で何者でもないですよね。もうそこ痛い。知ってますよ。知ってる。はい。声出さずに耐えられてどうですよ。本気で痛いやつね。陣痛と同じやね。陣痛と同じですか。陣痛と同じきましたね。マジ殺したのからな。では反対側ね。痛い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 。大丈夫ですか？ラマーズ法使ってるじゃないですか。陣痛になりたいってことですよね。
それだけまあ疲れられてますね。やっぱふくらはぎの痛み、疲れがこう上がっていって腰とか、座骨神経痛の椎間板ヘルニアの疲れとかになってきますから、向きは気持ちいいんですけどね。首もやるんですか？首もやります。首、背中、腰をバキバキとするのは全然すぐできるんですけれども、それだけ取ったら2000円。それするだけでもだいぶ変わりますか？だいぶ変わりますね。まあ、それに一応この筋肉を緩めてあげた方がいいですよとお伝えしてますけどね。おっと、ストップ入ったいいですか？はい、いきますよ。硬いね。今までに来てるお客さんの中でどれぐらい硬い？真ん中ぐらい。まだ硬い人おられます。まあ、こんだけ来られてるんだったら他のマッサージ行かれてもなかなか改善しなかったんだろうなっていう。なんでずっと探してたのと思います。よいしょ。で、今から太もも触っていきますよ、ここ。やめてほしい。やめてほしい。リアルだね、それね。ここ。うわ、これが腰痛に効くんです、ここ。で、今日が初めてなので、今日が一番痛いんですよ。2回目、3回目って続けていかれるとそこまでマシになっていくんですけどね。